やべえ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 、よくやったクルス、よこせ。来た。まったく大したもんだぜ今年の一年は。ライン際上げてくるぞ、中だ、8番気をつけろ。おう、お前もな。ないバックパス、しまった。行け塚本。どうし、オルマに弾かれた。またも17番の決定機が。お前ごめんなさい。だ、ちゃんと入れろバカ。遊んでんじゃねえ、戻って守備だ。キーパーからロングフィード、丸岡だ。薄井がしっかりついてるぞ。借りは返せ。すげえシュット、キーパーよく触ったな。惜しい、なんて速いカウンターだ。2人だけでゴールを狙ったぞ。やっぱカイト丸岡のツートップは脅威だ。すごい。下ることもできない、雲の上にさ、てっぺんはどんなもんだろうか。果てしない果て作り返すことしか、その張り棒の未来ってやつは許されないらしい。思い出すのはあの日間違えた選択のこと、椅子先から闇だろうとも進まずにはいられない。慶応強えな。一人少ないってのはこれからきついぞ。でもポットでの慶応に成績が負けるかな。わからねえぞ。ポットでか。確かに成績のような名門と比べれば俺たちには何もない。ショートから上げた、宮野丸岡。積み上げた伝統も先人たちの遺産も、俺たちの誰もあんたたちの背負うプレッシャーの重さを知らない。たとえ負けても失うものもない。でもゼロから作る難しさや面白さをあんたたちだって知らない。そうだ、最初は二人校庭の片隅、制服でベッコベコのボールで始まったんだ。ようやくここまで来た。お前だったら十分シュートレンジだろ。ぶっちゃませ。止めた。お前らにも負けられない理由があるんだろうが、悪いが俺がいる限り成績のゴールは割らせん。成績のキーパーすげえ。この試合何本目のビッグセーブだ。井ノ原先輩。Oh!
前半終了。1対0帝王必死の猛攻も実らずだ。成績リードで折り返した。後半慶応は勢いづいて攻めまくるぞ。確かに成績の守備は堅かった。慶応としては前半で追いつきたかっただろうな。後半丸岡と甲斐がどう出るか。諸君、前半を整理しよう。フリーキックの失点は事故にあったようなもんだ。確かに得点の上では負けてはいるが、成績は一人少ない。相当疲弊している。真面目にやれ。コールドスプレーを無駄に使うな。ほら見ろ、股間が痛いんじゃねえか。癒しすぎだバカ。股間はともかく後半が勝負だ。そうだろかい。ああ前半は悪くなかったと思う。このままいければ必ずチャンスは。俺たち二人で点を取る。覚えてるか、マル、カイ。お前たちが俺らを誘ったセリフだよ。ヤマニ、ヨシ、驚かせんなよ。センターバック二人がやけになったのかと思ったぜ。おい、取れるんだろうな、後半。取るよ、絶対取る。俺たち二人で絶対取る。さあ、後半一気に逆転だ。先輩たち、大丈夫ですか。ああ、大丈夫だよ。吉田と山田はフル株だからな。あの二人に最初に誘われたんだ。だからこのチームに対する愛情は誰よりも強い。大丈夫だ、俺たちが点を取れれば。おい、成績は後半の選手交代はなしだ。はあ、嘘だろ。何考えてんだ。成績は3バックで戦う気かよ。逆にすげえ自信じゃね。見せてもらおうじゃないの。面白くなるぞ後半戦。すぐ行くぞ。あ、なに、ヒール、薄いが防げ。マル、俺はおとりだ。決める。バカだ、なんだこいつは。カウンターになるぞ。塚本のくせにちゃんとトラップした。数少ないチャンス決めなきゃ。クリアした。コーナーだ。しゃ、お、ナイスタックル、ナイスクリア。何してんだマル、カイ、戻ってくるな。しかし俺のシュートミスで。フォワードのミスは攻めた結果だろうが、てめえらが戻って守備するのは俺らの恥だ。必ず前にボールを置ける。いや待て、仲間が信じられねえならフィールドから出ろ。いや違う、はあ、仲間割れか。そうじゃない、サッカーの理想は全員攻撃全員守備。あ、今は理想論を語ってる場合じゃない。ここは部室じゃない、反論はプレーで示そうぜ。間を開けるな、前に出ろ。絶対マーク外すな、かつては勝ってる。8番に注意しろ、また飛び込むぞ。流されるな、食らいつけ。上がったぞ。嫌だ。もともと俺のわがままから始まったんだ。サッカー部を作る、お前らも入れよ。は？サッカー、俺らそんなに上手くねえぞ。弱小中学出身だし。
大丈夫だ。俺たち二人で点を取る。え、お前たちを支える。なおかい。あ、うん。思い上がりだった。支えられていたのはずっと俺の方だった。引くな。当たれ。来い来い来い。行け。必死のクリア。かい。クリアじゃない、ロングパスだ。負けても失うものはないだって。嘘だ、あるじゃないか。ここに。何？うるせえ！成績ほどの歴史はなくても、この1年半は！決して軽くはなかったはずだ。ガタガタうっせえな。同点ごときで騒ぐな、たわけが。失点が効いたな。こういう時の心理面での影響は大きいぞ。11人対10人、追いついたものと追いつかれたもの、主力3人の不在と守りの要センターバックの退場、不安や迷いが感染すればパワーバランスは一気に崩れるぞ。まあ時間の問題だな。この雰囲気の中、残り30分守りきって、なおかつ得点なんて。塚本、しっかりマークしろ。はい。6番フリーだ。クルス、アダスター。はい。一人足りねえ。焦り動揺は疲労を増幅させ、判断が鈍り、そしてパニックに陥る。今走った。この名門成績の要塞を崩すなら今ここ。薄井が呼んでた。すげえな、またあいつか。おい、6番のマークは誰だ。え、こっちにもフリーのやついたんだが。あのどうなってるんだ。うるせえ、大声出すな。誰？うるせえっつってんだ。お前も。オッケー、みんな。オッケー。一度目を閉じようか。で、なんで。いいから閉じろ。はい、はい、みんなもだ。の、君下。呼吸を整えろ。落ち着け。思い出せ。俺たちは誰だ。そうだ、俺たちは成績だ。俺たちらしく戦えばいい。さあコーナーだ、しっかり守ろう。成績気合入ってるぞ。踏ん張り時だ。信じらんない、この状況でいつにも増してあの落ち着き。どういう神経してんの。いつでも冷静に最善を選ぶ。薄いとは
そういう男だ。あの時もそうだった。薄井のキャプテンは決まりとして、問題は副キャプテン井ノ原と灰原のどっちが妥当か。おお、薄井どうした。副キャプテン、俺にやらせてもらえませんか。キャプテンは水木でいいと思うんですよ。水木、一番強いやつがキャプテン、それを支えるのは一番賢いものしかできません。あ、それなんか冷静っていうか傲慢じゃない。自信家であることには違いないな。ふん、薄いか。どっかのバカよりよっぽどキャプテンらしい。知ってるよ。え？また薄いが勝った。数席のカウンターだ。薄い。あ、キミスのマークだ。先輩。な、そのまま持ってく気か。またかわした。おいおい、センターバックが先頭切ってドリブルで上がってくぞ。なんてこった。あの薄いが。いかいか。誰か転んだ。全員上がってるぞ。数席のディフェンダー一人もいねえ。ボール取られたら終わりだ。大した自信だな。自信、違うね。俺は自信なんて持っていない。あの時だって本当はキャプテンという重圧から逃げたかっただけなのかもしれない。そのツケなのか因果なのか、今つけているこれもやはり俺には重すぎる。捕まった。水木、お前は気づいていたんだろう、俺の弱さと覚悟のなさに。だからあんな真似を。だけど今逃げたら本当に負け犬だ。俺は預かってるだけに過ぎない。だが引くな、薄い。今は俺が成績のキャプテンだ。させるか。しまった、今カウンターを食らっ。ボレーはない、ないぞ。フリーキックだ。ゴール正面。薄いの決死のオーバーラップから17番が値千金のフリーキックをもぎ取った。さあ一気に形勢逆転のチャンス。ナイス塚本。君下先輩、フリーキックよろしくお願いします。分かってるよ。わざわざ来んじゃねえ。すみません。右肘の血を拭け。え、あ、外に出されるぞ。あ、はい。よくやった。必ず決める。はい。キッカーはやっぱり気にしたか。一本目もすげえの決めてるしな。こぼれ球詰めてくるぞ。薄いを離すな。いや、あれ、薄いが下がっていく。何、この勝負どころで下がるだと。あとは任せた。分かってますよ。薄い先輩の上がりはもう望めない。君下、まったく、どいつもこいつもプレッシャーかけやがって。決めりゃいいんだろう、決めりゃ。分かってんだ。ゴ
ール真正面、すげえ近い、これ以上ない最高の位置だ。いや近すぎる、少しでも壁を越えればバーの上、波の精度じゃ枠にも入らん。だが狙うあいつは、そのために夏からずっと蹴ってきたんだよな。知っている、俺にはインドのようなアイデアも平のような屈強なフィジカルもない。あの二人に負けないとしたら、この右足に宿るキックの精度、プレースキックの技術、成績の10番を背負う限りそれだけは負けられねえ。残り時間10人というビハインド、次はないと思うべきだ。決めなきゃ成績は。ムカつくが、今までどれだけ楽をしてきたか、あいつらがいなくなって初めて分かった。だけど引退なんてさせねえよ。疲労も焦りもプレッシャーも全て飛べ。ゴールまでまとめて押し込んでやる。はい、すげえ。風間、始まりの笛が今鳴る。あいつは中学の頃からのチームメイトなんだよ。ニトベの無念は俺が晴らす。え、彼の相手はマルだったろ。アホか、あいつは。